中京競馬場、これから午後の競争を迎えます第5競争です。2歳の新馬戦、メイクデビュー中京芝 1400m の競争です。向こう上面の右手ポケット少し引き込み線に入ったところのスタート地点です。芝 1400m のスタート地点、続々と収まって最後9番のアリストロシュがゲートイン向かいます。9頭によって争われます。メイクデビュー中京2歳新馬戦芝 1400m、 全馬収まって体制完了、スタートしました。さあ若干バラッとしたスタート、アリストロシュいいスタートを切りましたが、二の足利かせて3番の双葉前に上がっていきました。促して2番のピストンボーイが3番手から、さあ2番手に接近、3番手に5番の太平の世、その1馬身後方4番のラシェンテが追走、外は6番のジューンテイクです。その外目9番のアリストロシュが追走、最内にコースを取った1番のサニースター、中段の内目、その後方からは内7番のシホノベローチェ、外は8番のアルマーザアミールが続いております。向こう上面の中歩道通過、まもなく各馬が3コーナーへとかかります。先行争いから人気2番のピストンボーイが前に行っています。ピストンボーイ先頭で600は36秒1で通過しています。2番手3番手双葉ラシェンテ並んでいます。3、4コーナー、しかし外からすっと今5番の太平の世、今ポジションを上げていきました。さらに連れて上がっていったのが6番のジューンテイクもポジションを上げて、さらにその後方からは押しながら7番のシホノベローチェ上がっていこうとしています。さらに外マクレオにアルマーザーミール、さあ第4コーナーから直線コースへと向かいました。これから坂を駆け上がります。さあ先頭ですが2番のピストンボーイ、ピストンボーイが先頭です。2番手の位置5番の太平の世接近してくる。さらに外からは6番のジューンテイク、内を狙って4番のラシェンテ現在4番手、外に持ち出した3番双葉伸び足はどうか。さあ坂を上がりきった、今度は外から6番のジューンテイクが先頭に立つか。ジューンテイクは先頭に立った、2番手現在2番のピストンボーイ食い下がっている4番のラシェンテ接近してくるが、先頭は6番のジューンテイク、ゴリジューンテイク勝ちました、ジューンテイク勝ちました。ピストンボーイラシェンテ2番手3番手です。勝ちましたのは6番のジューンテイクです。ジューンテイク勝ちました。絆の3区、鞍上は岩田未来騎手です。先日東京ジャンプステークスを制しましたジューンベロシティ、その下に当たります6番のジューンテイク、メイクデビュー中京この2歳新馬戦を制しております。さあ問題の2番手3番手争い、主導権を取った2番のピストンボーイに最後外からよく差を詰めました4番のラシェンテ、これは2番手3番手接戦となっております。あとは直線足を伸ばした9番のアリストロシュ、これが4番手です。タイムは1分23秒7、上がり 800m は47秒5、 600m は35秒2と掲示になっております。ジューンテイク勝って2番手3番手どうでしょうか。わずかにラシェンテか、しかし2番のピストンボーイ差もありません。2番手3番手大接戦です。そしてその後4番手に9番のアリストロシュ、あとは双葉太平の世続いております。2着3着写真です。1着6番ジューンテイク、勝利ジョッキー岩田未来、2、3着写真、4着9番アリストロシュ、5着は3番双葉で点滅を始めております。写真判定の結果、勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。 2,3 着は写真判定になりましたが、シャッターカメラの映像から2着4番3着2番と見て6番4番2番で最終オーズご覧いただいています。2番人気、9番人気、1番人気の順です。単勝6番 3.7 倍、枠連46 112.5 倍、馬連4番6番 176.9 倍、馬単6番4番 229.9 倍、三連複2番4番6番 122.2 倍、三連単6番4番2番 752.4 倍です。ちょっとねパドックではうまく出していて心配したジューンテイクでしたが、はい、強かったですね。ラシェンテ和田翼騎手、写真判定ですが先ほど初勝利を挙げてまた、はい、今年初勝利から馬券に絡んできたという形になります。高配当ですね。写真判定中確定までお待ちいただきます。